もうお腹がペコペコで、たまらないっす。で、俺のこの壁を乗り越えて、越えてけ。自分もいろんな人の気持ち取ってるんで、負けないように頑張ります。さあ、始まりました。始まりました。あなたの街の味噌ラーメン。というわけで、本日はスペシャルゲスト、小川優馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はメモリアルの100回目ということで、はい、我々全国各地津々浦々地方それぞれ特色のある味噌ラーメンを追いながらそのルーツに迫るという番組、ここまで100回目なんですけども、はい、今回場所がですね、茨城県の結城市にございます味噌人さんというお店さんで、本日はいかがですか、体調の方は。体調すごくいいです。味噌人さんといえばね、皆さん見たことあると思うんですけど、どさんこラーメン、はい、はい、ロードサイドによくあるラーメン屋さんが、はい、もともとね、一番最初元祖でやられてたところから派生してできた元祖味噌ラーメンのお店ということで。そうなんです。はい、さすが味噌界のエンペラー小川さん、はい、言うことが違いますね。というわけで本日、はい、体調の方がいいということで、はい、まあ、夏とか冬で汗のかく量も違いますので、はい、お味噌のね、うん、味の感じ方も違うと思うんですけれども、はい、本日は何を召し上がるんですか。まあ、私ですね、味噌じいさんのラーメンで一番気になっているのが、はい、最強味噌を使った味噌ラーメンが一番気になってまして。なるほど、はい、最強味噌の味噌ラーメン、はい、それをいただくと、はい、ちなみになんですけれども、はい、私はですね、本日あの TKM という熊谷にございますゴールデンタイガーさんというお店さんが公認されているメニューがありまして、まあ、卵かけご飯の麺バージョンといった感じなんですけども、はい、こちら1杯 300g を制限時間のもとに誰が一番食べれるのかっていう大会を見たいなっていう、中食い王の決勝でした。小川さん、はい、乗ってくれるじゃないあんた本当にもう前回からもうガオンとしか、そうなんですよ、ハラハラしてるぞこっちどんなの来るんだろうと思ってここにピンポンってマジのアドリブですって言うといて、はい、だけど小川さん、改めまして、はい、今回の内容お願いします。はい、中食い王決勝戦になります。おいしょ。レギュレーションは、レギュレーションはですね、今回45分。お、はい、長い長いです、うん、1杯 300g の TKM を、はいはい、果たして45分で何杯食べれるのかということを競う決勝戦になっております。はい、ゴールデンタイガーさん公認の味噌汁の TKM、まあ、言ったら食べやすいですよね。食べやすいですね。で、麺に卵、あとカットレモン、あとお肉、チャーシューが各種入ってるみたいな、はい、そういう感じ。あと卵も、卵も、はい、入ってますね、はい、味付け卵も入っているっていう感じなんですけれども、前回の予選から勝ち上がった上位何名ですか。8名です。8名が45分、はい、これは見応えあるんじゃないですか。はい、まあ、前回チャンピオンの食べおさんもね、うん、今回決勝進んでますので、ただちょっと超新星系がやっぱいるんで。そうですね、その辺がどうなるのかっていう、わからないのと、まあ、まあ僕個人的にはですね、前回の予選って食材がやっぱ全然こうアプローチが違うものだったんで、はい、あの時の結果と今回の結果っていうのが、まあ、その食べる量で言ったら全然違うものになるんではないかなと。言ったらおそらく一番食べやすいですよね、うん、ツルツルっといける感じなんで、さあどうなるのかと行ったところなんですけれども、決勝ということで、はい、今回も素敵なゲストがいるとかいないとか。はい、そうですね、はい、今回の中食い王第2回に花を添えていただくのはこちらの方です。どうぞ。お願いします。トッパチャです。お願いします。ありがとうございます。記念すべき第100回ということで ね、はい、そうですね、はい、嬉しいですね。パチャ、やっぱりね、はい、全国の味噌ラーメンいろいろ召し上がってると思うんですけれども、はい、どの味噌ラーメンが一番お好きですか。やっぱ味噌人さんの味噌ラーメン、やっぱ2番目にラーメンショップの味噌ラーメンですかね。あー、いいですね。ここは外せないかなと。じゃあこの後は、はい、45分かけて、はい、たくさんパンちゃんにも TKM をね、食べるところ見ていただくんですけれども、はい、ちょっとパンちゃん、いつものやつあったり、なんか前回はちょっとね、パンちゃんショーってことでね、出させてもらったんですけど、はい、今回は、ちゃんとしました。第2回中食い王賞金。おお、賞金の賞を書き間違えちゃいまして。あ、わざとじゃなくて。わざとじゃなくて、ガチで書き間違えたので。これなんですね。で、勝った人1名のみなので、まあ、勝つでもいいかなと。むしろ、むしろ、そうだね。ね、
オープニング終わりです。はい。もうお腹がペコペコでたまらないです。とりあえずついていけるようになんとかガツガツいきたいと思います。誰がライバルっていうわけでもなく、その人一人に敬意を払いながら一生懸命自分もがむしゃらに食べていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。戦相手、もういるのはもちろんなんですけど、自分との戦いだと思っているので、頑張っていきます。私15分全力で戦うのは15分が限界なんで、まあ、その15分を全力でやりきって、あとは根性で頑張ります。じゃあ改めて巨人です。皆様の壁になりたいと思います。はい、で俺のこの壁を乗り越えて超えていけっていう気持ちと、自分もちょっとは頑張りたいなっていう、この2曲でやっていきたいと思います。はい、皆さん一生懸命やってると思いますけど、自分もいろんな人の気持ち取ってるんで、負けないように頑張ります。やるからには負けないんで、絶対勝ちたいと思います。女性が唯一私だけなので、まあ、女性の恥にならないように、なんとか上位に食い込むよう頑張りたいと思います。じゃあカウントダウンいきますね。
食べろさんだけになるんですね。そうですね、食べろだけです ね、 ね、前回とは違うか序盤は割と静かなスタートです。8番いっぱいからです。8番いっぱい、こう1点の8番鈴木さん、前回でもう1番いっぱい買ったので8番いっぱい買ったいっぱい今じゃないか、ギブンギハイバイバイ。かなりの重さ通りということで確実に第1回と違うんですけれども、上がり過ぎなのかなという印象を受けます。いいです。7番1回完食、7番1回全員のお代わりをします。我慢に入る完食、4番2杯。はいですね、早いですね。4枚完食。
ております。地蔵部でございます。はい、地蔵部さんです。さあ、ジャイアントシンドロー、同じシンドロー、小沢さん食べております。ということで、食べましょう、乾杯。3センチ違う。さあ、あれ特情報、ジャイアント篠田さんと小原壮太郎さんの身長は3センチ違う。誰かウィキペディア作ってくださいよ。どっちが篠田の大きいですか。どっちが大きいでしょう。篠田の方が大きいですよね。だ僕だとちょっと見上げますもん、篠田さん。大きいよね。大きいですね。大きいです。篠田さん大きいですよ。顔もでかいっていうのもある。6番4杯完食。鈴木さん、2杯が俊太さん、マッケンさん、半分経過です。半分経過です。キレイだ、キレイだ、キレイだ。鈴木さん、参ります。先発組の壁尾さん、野田さんに対するのが高額組の俊太さんと今マッケンさん、どうでしょうか。3番、3杯完食。おーい、さあ、静寂が今度飛び込んでおります。お、鈴木さんが1番4杯完食。お、鈴木さんが5杯になります。はい、まあ、45分長丁場ですんでね。9分経過です。9分経過。最後、はい、追い込む時も上げやすいは上げやすい。普段5杯完食。さあ、突破の時は7番3杯完食。7番3杯完食。7番3杯。いいわ、前だ。この力を使わない作戦ですね。10分経過です。10分経過。そのままサイドアゴはうめえ。まだ美味しい。まだ美味しい。まだまだいける、まだまだいける。スープ持ってきます。スープ入れます。スープ入れ方出た。これは TKM に勝ってる。
どういう風なんじゃ、あれは。ちょっと興味ありますけれども。4番ローカイ監督。はい、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 12分経過です。12分経過、半分も言っておりません。長丁場、この辺りから徐々に徐々にフェンスが落ちてくるかなと。どうしたの、あれ。皆さんが散歩する岡田秀樹です。鈴木さん寒いですか。寒いです。あ、エアコンが直接寒い。なるほど。エアコンに言われたりとかありますか。いや、そういうので来たもんね。エアコンとかあげてもらえたらっていう。やはり5杯取れて鈴木なので2番6杯完食。お、はい、食べちゃう。はい、ノブタさんが半分というところですよね。続くのが総太郎さん、鈴木さん、カラさんも後輩。続くのが森さんの4分に中年の差と負けんさん、シャさんの4分ですね。で、負けんさん3分。さあ、どのあたりからどうなるでしょうか。きついね。おばろばい監督。おー、サバーロッパーイ。いいペース。おばろばい監督。おばろばい監督。いいよ。あんた頑張って。でっちゃい、でっちゃい。トップのロッパーが4名ですね。タレアさん、のぶたさん、そうたろうさん、かなさんと並んでます。つまみ。そうですね、結構自重もあってツルツルしてるので比較的日の下に打ちやすい食材だろうね。時間はまだまだ。おっと、タベオさんがレモンに手を出した。さあ、この TKM レモンを絞ってもとっても美味しいです。ぜひ、味見したいという方は使ってみてください。激おすすめです、このレモン。めちゃくちゃ美味しいです。はい、すげえ。8番6杯完食。おすすめの杯。15分経過です。4番7杯完食。はい、はい、トップ7杯で6杯さん。15分経過で30分です。さあ、3分の1は経過しました。予選の時に結構飛ばして目立った感じの印象がある。俊太さんが現在4枚ということで、もうおそらく足を止めてる雰囲気があるんですが、どの辺りから足に変え始めるのか。そして今健さん、俊太さん4枚なので今健さんどの辺りから足に行くのか。はい、まあ、ちょっと見どころかもしれないですね。5枚か、堀さん5枚。火をよく入れるというか、それだけ胃袋に負荷がかかるような。やばい。センカワロと一緒にさて、こっちじゃなかったけども。そうですね、45分走りたくて、僕は45分先行逃げ切りなんで、完全に飛ばしますけど、角に飛ばすとしちゃうので、あんまり自分が動かして。めっちゃ痛い動かして。で、やっぱり先行選手って一回抜かれたりするとやっぱきつくなるんですよ。なんで自分のペースをやっぱ保つのが重要かもしれない。中くらいですかね、僕は。中くらい。
いいペース。17分経過。はい、どうも。公園にたくさんの声が聞こえてます。歌うがある予定を買い出した方もたくさんいらっしゃって、これからだよ、そして毎度ぜひさ、毎度それぞれ止まってるよ、マッケンさんが言います。毎度早くから待って、はい、足を止めるな、しょうがない、いいだろ、だって、いや、いいよ、じゃあいいっす、立場ならないから、尺そんな早いじゃない、はい、おだめ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 7杯でございます、トップに並んでおります。現在トップ7杯で信田さん、かなさん、鈴木さんです。まだ追い返しの試合なんてやろってる、みんなおてちょっと加藤さんのブレーキを考えられているような印象があります、ね、レモンありますよ、レモン。19分経過です、すげー、では小原さんが入ったんですよ、翔太郎さんが入った、2キロオーバーですからね、2キロオーバーでございます。7杯食べたら 2.1 でございます。スープを飲む方がいらっしゃるということは、それが肩が効いてるんですね。嘘かえ、そもそも大変です。おお、4番8杯かって、おお、マブタさん8杯、コウさん確か公務員、そうっすね、公務員、公務員ですね。それを受ける第1回チャンピオンのタビオさんの表情がちょっと曇り気味でございました。さあ、どういうことなんでしょうか、何が起きてるんでしょうか。俊太さんは冷静に見ております。20分経過、さあ皆さんがいろいろ部署を見る中、唯一一番森さんだけは地蔵食いを継続されているのか作っております。まだ拝む余裕があります。まだ拝む余裕あります。3番6杯完食、おーい、鈴木さんの完敗、はい、スープ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  ケンさんでございます。半分経過しました、頑張って。さあこの辺りから中部位の底上げから、1番6杯完食、23分経過、残り22分で、森さんはやっぱりあの味噌を1回入れても使ってないんで合わなかったんですよ。7番5杯完食、はい、よけてください。
そうそうそう、それ行ったらもう2位ですね。お、頑張るか。一気に抜けるよ。行けるよ、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 足を残して、どう思います？選手たちの色だからね、初めてのキャラなので、お体楽しみます。5万8000円なんです。おー、総菜2着8杯。スタッフ止まってるよ。スタッフ、ファイト。逃げてよ、逃げてよ。
聖なる衣を身にまとっているさあ、おじさんさあ、さあ、さあ血の喧嘩は忘れたのか33分目です。さあどうだ。ペース上げる。時間的に。仕事いけない。電話してきます。どんどん時間になる。おい。おい。あいつだね。トップトップ。いいよ。失敗到達は野村さん。残り10分です。さあ現在トップの野田さん10敗ですが、11敗目は手をつけられない状況を追うのは、かなさん、鈴木さんの9敗組になった。さあ、こちらの量はどのぐらい持っているでしょうか。勝てちょっと勝てちょっと中さんいけるよ、こっからよ。中さんはもう半分こっから。中さんは2中さん、ファイト。こっからいけるよ。さあ、この感じだと現状だと野田さんと中さんがなりそうか。野田さんはまだ足を。さあ、どうなる。さあ、どうなる。残り9分です。残り9分です。諦めるなぁ。ファイト。ということでございます。みんな強いとこだよ。ご案内に。ご案内に。39分経過。この辺りからスパートをかけないと追いつけないか。そうですね、並びましたか。はい、現在トップが中田さんの10敗で、2グループが総太郎さん、かなさん、鈴木さんの9敗ですね。タネロさんが8敗、森さん、シュートさん7敗の今健さんが6敗です。ラストは勝ってください。ありがとう。ラスト待ってるからね。全然追いつけるよ、全然追いつけるよ。第1回のキング、第2回のキングが決まります。野田さんを見つめる鈴木さん。さあ、どうする。ここから来るよ、初代は。初代ここから来るよ、上げてくるよ。40分経過、残りは5分。これを見せて。大食い最終的にはメンタルです。気持ちの強い人を指します。中で一番根性のある人は誰なんでしょうか。さすぐ行きます。大丈夫ですか。大丈夫です。おそらく限界は行けるよ。行けるよ。野郎さん逃げてね。逃げるよ。行けるよ。野郎さん、ファイト。いっぱいのさ、ありがとうね。ここに山越えましょう。頑張ろう、頑張ろう。みんなつらいよ、みんなつらい。残り4分。逃げるよ。はい、あんな11個10。頑張ろう。
そろそろ上げて。あたさん頑張って、回れてるよ、回れてるよ。初代ファイト、どう。シュさん、こっからよ、こっから、こっから。あー、どうぞ、頑張って。あれ、頑張って。10杯目行ったで、いけるよ、頑張った。あれだ、まだまだ、いける、いける、頑張れ。どうぞ、逃げ切って、逃げ切って。残り3分、残り3分、残り3分、残り3分。ちょっと急に上げて、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 女性の人にしてろ、いっぱいも下がるよ。いけるいけるよ、頑張って。うどうさん逃げて、逃げて、逃げて、そのままで次行こう。残り2分、逃げて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 、軽量になりそうです。さあ、タッチに入れてるのは OK です。最後、チンに入れてるのは OK です。次のライブに頑張れ。おさんも頑張れよ。いけ、反対に入れちゃえば、反対に入れちゃえば、入れちゃう、入れちゃう、入れちゃう。残り1分半、1分半、はい、はい、頑張って、5万投げればいけるよ。これ1回じゃないよ、頑張れ。これ3回で逃げろ、逃げろ、ファイト。さあ、これはおそらく軽量になるでしょう。頑張って、ファイト、一口でも多く残り1分、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 1口、1口、頑張って、いける、いける、頑張れ。どうぞ、逃げ切って、みんな取れるよ。50秒前、みんな辛い、ひとくち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 、口で吐けばいいんだよ。入れちゃい、入れちゃい、ほんと分かんない。40秒前、本当分かんないですよ、これ。どうだろう、受ける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 、きちぎればいいから。ラストスタートだよ。はい、頑張って、30秒前、30秒、入れて、入れて、入れて、20秒前、いけるよ、どうぞ、逃げて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 、今回、トップがですね、10杯完食で、はい、11杯目に行かれた方が、3名いらっしゃいました。おーい、のぶたさん、かなさん、鈴木さんの3名で、はい、はい、皆さん11杯目ということで、計量させていただきましたと。ほう、はい、で、まあ一応グラムを先に言わせてもらおうかな。はい、わかりました。で、1位が、あ、3位が食べた方の量が10杯とプラス 99g、 99g、はい、2位の方が10杯プラス 160g、 160g で、3位の方が10杯プラス 212g と、はい、なんで、まあ、1位と3位の差が 113g ですね。で、1位と2位の差 52g 差と、かなり僅差になっております。はい、はい、まず第3位の方から発表させていただきます。はい、第3位の方は10杯と 99g で、はい、カナさんです。おい、カナさん、
とちょっと足んなくて悔しいんで、また頑張りたいと思います。よいしょ。第1位、ここはもう1位の方を発表させていただきます。トップがですね、10杯と 212g で、第2回中宮王、はい、中宮王、第2回中宮王優勝者は鈴木さんです。おお、逆転、嬉しい嬉しい。いや、女性でもやれるってことをここでちょっと証明できたかなと思うんで、皆さんもぜひ女性参加してください。おいしょ、ありがとうございます。あ、ちょっと今回はてか、あの予選と同じく最後に鈴木さんにあのまくられちゃったというちょっと非常に悔しい結果ですが、次はまくられないように全力でまだ頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では、はい、パンちゃんの方から、はい、鈴、はい、木さんにどうぞ、はい、お願いします。女性はすごい緊張するんですが、はい、すいません、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、最後おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、知ってる？最近話題のすごいサプリあるらしいのよ。なになに？ポコスリムって言うんだけど。ポコスリムって可愛い名前ね。可愛いでしょ。しかも今界隈で大注目されているターミナリアベレリカが配合されているの。誰よそれ。インドの伝統果実で糖と脂肪の吸収を抑える効果が認められているの。糖と脂肪の両対応できるのは魅力的ね。すごいところはまだあるわ。入っていると何かと嬉しい乳酸菌がなんとたった2粒で1億個入ってるのよ。億って桁がおかしいわよ。さらに他にもウコン、高麗人参など健康的な毎日をサポートする成分が全部で20種類以上も配合されているのよ。ちょっと効果盛りすぎじゃない？インフレすぎたソシャゲの限定キャラみたいになってるわよ。さすがに値段も高いんじゃないの。毎月届くテッコースならなんと初回980円、2回目以降も通常より 10% 安い3580円で手に入れることができるわ。サプリってまず使い勝手や効果知りたいから紹介980円助かるわね。しかも今ならテイクコース入会で限定のシノケンお箸がもらえるそうよ。あら、お箸のプリントがキュートね。普段使いできる点も実用性高くていいわ。紹介980円だしとりあえず試してみようかしら。気になった方は概要欄に記載の URL から要チェックね。